あと始まりました。お、オッケー、ツイキャスも配信。はい。はい。はい、いきます。なんかこれやってって。こちらこうじゃないですよ。こうですよ。こう。ごめんなさい。もうちょうどこうですよ。はい。はい。はい。大人の常識ですか。はやとラジオ、はやラジ。さあ始まりました、はやとラジオ、はやラジということで、はい、先週はね、はい、もう台風のようにもう過ぎ去っていったゲストがね、はいはいはい、2人いらっしゃって、ね、2人いましたね、本当に、まあ、そう、あのジグザグのヒデさんもね、うん、まあそうですね、来たね、はい、面白かったですね、ということで、はいはい、盛り上がって今週もね、はい、行きましょう、行きましょう、はい、今週のお相手はヘンリーこと大城、あ違うか、ハヤトこと、どっちか自分のことでしょう。はい、ということで、どうぞ好きなようにね、どうぞどうぞ、はい、そして、ピエロのファンキーでございます、はい、よろしくお願いします。はい。いやいや、ちょっと動揺し、ちょっと動揺してるのはですね、はい、今日のゲスト、うん、ね、ファンキーさんがフェイスブックで紹介したじゃないですか、はいはいはい、もうなんか珍事件になりそうでね、あ、珍事件、あ、どうも珍事件だって、あれ情報さ、ハヤトさんがさ、うん、今日の告知はこれでっていう写真をくれるんだけど、そ、ね、はい、まあ、それを出したらね、そうです、あの今日のゲストに、ね、関係する写真ではありましたがね、はい、そうですよね、はい、うん、ということで関さん、はい、はい、どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、暑いですね。暑いです。暑いですね。今日のゲストももう死に暑い。暑い。もう俺さっき、すごい暑い。横にいてめちゃめちゃ暑い。俺びっくりしたんですよ。うん、本当に。まあこの方も息子さんがいて、うん、まあ、娘さんまでいるんですが、うん、まあその息子さんに今ね、いろいろこうトレーニングしているという。まあトレーニング。トレーニングって言ったらまたこの後ね、うん、あのお話聞いていきたいなと思いますが、うん、はい、ファンキーさんもね、はい、なんか娘さん2人が。そうなんですよ。うん、まああんまりじね、あの、うん、プライベートの話はしないタイプなんですけれども、はい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 、ちょっと弱音を吐いてしまいまして、うん、今朝ね、うん、あのうちの娘2人が、うんうん、あのそれぞれ長女が、そう、長女がダンスイベントのために台湾に、うん、台湾に、うん、で、次女があれです、吹奏楽で福岡にと、うん、早朝に一気に旅立ってしまいまして、はい、ということで、ね、そう、今日からファンキー1人という1人だ一人なんですけど、はい、はい、じゃない、一人なんですけど、だからね、関さん、関さん見てるんで、ね、関さん、はい、私、はい、今日から一人なんですけど、あ、じゃあ、一人、はい、まあ、今日のゲストの方はまた後ほどお誘いいただけたらなと思います、どうもよろしくお願いいたします。やっぱりね、あの、そうです、あの、かわいそう、今の私、いやいや、いやいや、あの多分あの身内は受けてると思いますのでね、あ、受けてます、ね、あのやっぱりカエルの子供は、はあ、おたまじゃくしですね。ああ、おたまじゃくし ね。そうです、そうです、ということでファンキーさんの、ね、はい、娘さんも頑張っているということでね、まあ娘は頑張ってます、はい、私は飲んでくれてますはい、ということで、盆も終わったということでございますが、はい、昨日16日もあってね、かつれん方面では16日のね、まだへしきやとかですね、いろんなやけな、うん、変なのエーサーも見られたということでございますが、はいはい、今日はこのハヤトラジオ曲、はい、ファンキーさん、はい、準備してますので1曲いきましょう、はい、はい、いきますよ、頑張ります、はい、それでは、うん、中曽根はじめさんで、はい、はい、トゥンバルナー国ヤカヌハム浜よろしくお願いします。しみてまこやとんばるのやんぼよい恋の道やりばじゃちみやまがさんしんごのみじるごまてんてんごしみれよい。いりかたのにせた
나와사미촌때里やあやはびろわんねはなごころよい花のようらりよみ里めいもり名残名残離島は名護の宮らびのよい歌いたろなこに名残たちょさ小座のど真ん中さあ始まりました小座のど真ん中ということでね、はい、あなんか先週よりなんかだいぶ今日調子良さそうじゃないですか、まあ、先週はね、うん、体調悪かったもんねノイすぎてね今日は大丈夫、今日は今から飲むって今から飲むからまだ元気ということでねはい、ありがとうございます、ね、はい、はい、それでは、はい、大変長らくお待たせいたしましたね、はい、今日、このゲストの方なんですが、うん、まあ、実は僕も、まあ、何年か前から本当にあの知り合いで会ってですね、はい、うん、まあ、一応自分のいろいろ髪をとかもいろいろやってもらってる方ではあるんですが、ね、まあ、この辺も含めた後でご紹介したいと思います、はい、本日のゲストでございます、はい、ステピコ代表お宮園智也さんです。いいよ、こんにちは。こんにちは、はい、どうもありがとうございます。はい、智也さんどうも、はい、今日もなんかねもうこれ映像にしっかり映ってますのでね、今日フーマのね上下揃えておりますが、今日また試合だったということみたいで。そうですね、はい、うん、まあ、試合といってもですね、このエステピコっていうのね、うん、あのジュニアユースサッカーチームでございます。サッカーチーム、はい、2015年に、ほうほう、まあ、なんていうんですか、創立っていう形でよろしいんですかね。そうですね、はい、うん、やった、サッカーチームということで、うん、まあ、この辺の話は僕もいつも噛み切ってもらってるので、うん、たまにしか少し話聞いてないので、噛み切ってもらってるってことはいや、実は、はいはい、智也さん、サッカーの代表も行っておりますが、うん、美容室のオーナーでもあるんですよ。あ、なるほど、はい、そういうことで髪を切る。あ、そういうということなんですね、はい、ということで、まあ、いろいろこういうね世界に向いてパリコレに行ったりしながら、パリコレ、はい、もう経験されておる智也さんでございますが、はいはいはい、今日は中学生を中心にしたジュニアユースチームのですね、はい、お話を少し聞いていけたらいいかなということで、はい、今日ゲストに来ていただきました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、まあエステピコというね名前ではございますがね、はい、これ何の意味が、はい、スペイン語で、うん、審議体というものがあるんですけど、はいはいはい、それを組み合わせて自分で作った造語、うん、造語、はい、お審議体ですね。ね、造語が好きなんですよ。お他には他には何を、ナルコワとか、はい、ナルコワ、はい、ナルコワもね、これ美容室の名前でございます、ね、ああ、そうなの、はい、どういう意味なの、ナルコワって。ナルコワは長男長女の名前です。そう、あのだからさっきの珍事件がなりそうな写真があったでしょ、あれがナール、あれがナール、ナール、そうで下がコワ、コワでナルコワ、ナルコワ、
そうなんです。そう、単純な造語なんですね。わかりました。あ、すごいすごい。やっぱりでもこういう意味ではね、いろいろこう組み合わせ、はい、サッカーのねポジションも2-4-2とか、はい、ないか、2-4-2はなんか人数足りない、人数が足りないということで、まあいろいろこう本当にサッカーチームでございます。はい、バッキーさん、サッカーはご存知ですか。白と黒の球をなんか蹴るっていうやつですよね。そうですよね、はい、あの本当に僕は野球やってたんですけど、あの小中高なんですけど、うん、野球はこの攻めと守りが交互に来るんですよ。スリーアウトでチェンジが。あ、はいはいはい。サッカーは僕思うんですけど、うんうんうん、このなんていうんですか、急に攻めてたら急にまた守りになったり、うん、守ってたら攻めたりっていうのボールをこうね、うん、っていう意味ではこうなんていうんですかね、うん、とっても奥が深いスポーツかなと思うんですが、おお、そうね、どうですか、ね、先生、もうなんか表裏一体というか、はい、うん、攻撃しながら守ってるし、守りながら攻めてるし、うん、だからそういう意味では本当にこう、うん、チームとしていろいろ守りのチーム攻めのチームってあると思うんですけど、うんうん、まあこのエステピコ、うん、まあ、今あの中学生を中心に3年間指導して、はい、まあいろいろこうね、あのサッカーだけじゃなく、うん、こうなんか巣立っていけるような目的にチームを作っていると聞きましたが、はい、はい、このエステピコの名前の由来が、うん、はいはい、スペインの審議隊ということで、うんうんうん、で審は心ですよね、はいはいはい、心はメンタル、メンタル、うん、で審議は技術、うん、技術、うん、体は体、体、体力とかいろんなフィジカルですね、フィジカルね、うん、で心メンタルっていうのはやっぱり鍛えたら鍛えられると、うんうんうん、いう今世界のちょっと常識になってきてるんですけど、そうです、前だったらなんか根性とかだったけ ど, とかあったけど、なんか今メンタル、メンタルってね、っていう今世の中、世の中じゃなくて世界はそういう流れになってて、うん、そのメンタル、うちはこの龍大の教授がメンタル、スポーツメンタルトレーナーとしているんですよ、うんうん、おおすごい。でそれでは一応月に1回とか2回とか、うん、この陸上競技場の会議室で、うん、はいはいはい、一応中学生なんで30分ぐらいしか持たないんで、うん、1年生が30分、2年生が30分という形で大体分けて、一応もうトレーニングしてたらやっぱり内容が変わっていくんで、うん、1年経ったらで今2年生も1年生の時やってるんで、うん、もう1年分の蓄積があるから、はいはいはい、もう結構ハイレベルな、うん、あのメンタルトレーニングをしてるんですけど、やっぱ中学校1年生はまだ中学1年生になったばっかりなので、うん、小学生から上がったばっかりなので、うん、やっぱちょっと違うんで、あ、そういう風に一応トレーニングをやってます。やっぱりこのなんていうんですかね、サッカーが上手でも、うん、まあ何スポーツが上手でも、うん、やっぱりなんか勉強できてなかったら、うん、なんか今なんかねスポーツをね、まあなんかうちの三郷工業もですね、はい、僕なんか時代はとってもね、はい、あの寝ててもなんか変な話ですけど、はあ、まあ没没させてもらってたんですけど、今はもう本当に勉強もある程度できないと、はい、こうあのスポーツもさせてもらえない、部活もさせてもらえないという状況があるっていう、やっぱりいいですね、こういう意味では。あの文武両道でしたっけ、勉強もできて、あのいろいろこうスポーツも一緒にやっていくっていうね、はい、ことで今取り組んでるエステピコということでございますが、まあその友谷さんでございますが、あの先ほどから言っておりますがね、あの美容室もやってるということで、いろいろパリコレに、まあ、昔はこう昔って大変ですけどね、あの棒をね、あの美容室の方でね、あの、うん、自らハサミを持って、はいはいはい、今もやってるんですけど、やってますけどね、あの美里の方でね、はい、ということで、はあ、この辺の話も含めて、はいはい、あの次のコーナーでお話しいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。一旦 CM です。そうですよね、はい、そうですよね。どういう風にいくんですか、いろいろ大会を勝ち抜いていくんですもんね、うん、そうじゃないです、なんか推薦とかあんなのでしかいけないですね。あ、逆に門がないという、はいはい、逆にないです。ないんだそうすごい。でもそれだけに飽き足らず、こういう子どもたちを育成していくっていうこととかも、あ、なんか基本的にこの前のお店でもちょっと大きいお店なんですけど、うん、その当時は大きいお店で、うん、このそこの教育係みたいなやつなんですよ。あ、そうなんだ。なんかそういうのが好きというか、あ、やっぱ熱いんだよね人を指導していくっていうのが好きというかね、そういう感じするもん、なんかなんかそうですね、大好きだったドラマとかあります。じゃあ、いや、そうね、あ、そういうのないのスクールウォーズとか、 あれは違うか、サッカーじゃないからな、あれ根性ですからね。あ、
ヘンリーがお届けする音楽の街講座。さあ、マンキさん大丈夫？大丈夫。なんか咳込んでいましたが、大丈夫大丈夫。はい、今日気使ってくれるのいろいろありがとう。いや気使ってるというかね、いつも気使ってくれないのね、はい、いやいや気使ってるんですよファンキさん実はね。今日見てください、トムさん嬉しい、はい、新しくね、まあ、オキラジさん、関さんお願いしてですね、はい、ハヤトラジオのですね、はい、番組のですね FM 講座さんね、はい、はい、いただきました、はい、プロフィールがですねできましたので、はい、嬉しいです。ぜひとも見ていただけたら、番組情報をちょっと読んでいただいていいですか。はい、はい、それでは、うん、下の部分 FM 講座、はい、木曜日6時からですね、うん、生放送、はい、大城隼人、うん、ヘンリーとピエロのファンキーが、うん、沖縄や沖縄市講座のあんなことやこんなことを楽しく激しくお届けします、はい、音楽の情報も盛りだくさんのあっという間の30分です、うん、ですということでね、はい、ありがとうございます。ありがとうございましたね。もうね、まあ、今までヘンリーさんだけの写真だったら、そう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 、私の写真も入れてもらってね、はい、ピエロファンキーさんね、ファンキーさんの方が大きくなってるんですよね。お前ねファンキーさん、いや顔はちっちゃい、顔はちっちゃい顔はちっちゃい今後ね、あ、ありがとうございますね、はい、これで責任は半々とね、半々じゃないですか、私もいい加減な気持ちでは、あ、3分の僕は1です、3分の2、それは責任分担、そうそうなんでや、はい、ということでございます、ありがとうございます、はい、引き続きね、トモヤさんね、また CM 中にお話しされておりましたが、はい、先ほどからパリコレパリコレって言っても、うん、あれパリコレクションね、うん、なんていうんですか、ファッションのね、うん、いろいろ、衣装というか洋服を着た方々に、うん、トメさんなんかはバックヤードでヘアスタイルをしていただくっていうね、はいはい、お仕事でもう なんか 2,3 回行きましたよね。なんか 2,3 回行ったら変ですけど、うん、なんそうですね、まあ、下見には何回も行ったりしてたと思うんですけど、うん、パリコレこれの参加っていうのはなんか当時なんかすごく多かったような、あの当時は多かったです ね沖縄の美容業界が本当に あの時すごくてまあ今僕は EM さんある場所でなんかファッションショーとか、ね、ヘアショーやったのもすごく覚えておりますが、あっちから本当のデザイナーと、うん、モデルと洋服を本当に持ってきてもらって、めっちゃ金かかったんですけど、めっちゃ廃墟だったからね。そう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 。いい雰囲気ではあったよね。そうそうそう、よかったですよ。チケットも1万で、1万円で、1万円でしたチケットも。僕も買いましたね。本当にすごいね。本当に。でもそれだけの価値があったわけでしょ。すごかったです。見応えが。うん、ね、とっても良かったです。っていうので、うん、世界を見て、はい、やっぱり世界基準を目指して、うん、今子供たちを指導しているということで。ございますね。そうですね、うん、本当にだから今このサッカーを通して今指導してますけど、うん、今後この子どもたちがサッカーだけじゃなくて、うん、まあこのサッカーで住んでいく子なんかもいるらしいんです中で、うん、やっぱりそうじゃない子なんかもいるよねっていう話の中で、うん、まあ社会に役立つリーダーになってほしいっていう目的を持ってやっているというか、全くその通りです。素敵です、まあ、すいません、はい、先ほどからなんか打ち合わせ通りのことを僕は喋らさせてもらってますけど、ね、すいません、はいはい、失礼いたしました、今日はですね、先週引き続きですね千葉な辰美さん、はい、ね、ゲストに来ていただいた曲をですねまた BGM で流していってまたトークに花を咲かせていただきたいなと思います、はい、友谷さん、はい、すいません、なんか僕だけが喋っておりますがね、失礼いたしました。いや大丈夫ですよ、慣れてますから、ありがとうございます、はい、毎週なんか練習場もなんか変えてやっているということでございます。いや、うん、基本的には喧騒で、うん、喧騒ドームで、うん、ドームで2時間やってますね。お、今現在何名ぐらい、中学1年ですか3年生、中学校1年と2年生で34名ですかね。おお、じゃあ言えば3チーム集めて感じで、あ、そうです、作れはするけど、まあ、するけどまあいろいろと、まあ、作ろう、はい、ゲームするのでね、そうですね、なんかあるかな、あ、豊田さんですね、 ありがとうございます、最後ありがとうございます、はい、まあ本当に今日も試合だったということで、今日の試合の結果聞いてもいいんですか。途中から帰ってきたから全然途中から抜けてるんで失礼しました。代表がいなくてもチームがちゃんと監督がいるんで、ああ、そうなんですね、一緒に立ち上げてる、うん、
あのサッカーって野球だとなんかサインを出せるじゃないですか、はいはい、ね、こう、うん、バントだヒットだ、あヒットじゃなくて盗塁だって、まあ、サッカーとかってそういうね、あのフリーキックじゃなくてなんでコーナーキックの時にはちょっと出せるんですか、なんか出したり。サッカーっていうのはなんかさっき隼人が言ったみたいに、うんうん、この攻撃か守備か曖昧だから、うん、ボールが上に飛んでるって言ったら、うん、どっちの攻撃か分からないじゃないですか、うん、あそっかそうだそうだ、どっちが攻撃なのかどっちが守備なのか分からないような、うん、ゲームだから、うん、だからとちょっと野球と違うところが一つあって、監督の指示が絶対ではない、あ監督は指示出さないし、わざわざ押しで足でなんて、あうちは言わないし、この本人が判断しないといけないから、今はどうしないといけないっていうのを頭を使ってやっぱり考えながらプレーしないといけないので、一人ずつの責任感がとっても重たい、大きい、だからあのこのチームのこのエステピコの、作った目的っていうのは一応自立した人間を育てようと、うん、っていう話で作ったから、うん、この自立っていうのがサッカーにもとっても大事で、うん、だからやっぱり自立するためにはやっぱり自由が必要です、うん、で自由の反対には責任がある、うんうん、そうですね、だからそれを考えさせないといけない、はいはい、だから自由にプレーしてもいいけど勝手なプレーしてしまったらチームに対しての責任取れない、うん、っていうのは怒られると、うん、いやそれは私生活でも一緒でしょ、うん、っていう感じで一応指導をしてる、曖昧な部分が多すぎてサッカーは、はい、で答えは一つじゃないと、はい、やってる選手が決めるのが答えだから、おそこにだからサッカーの原理原則ってのがあって、例えば右からボールが来た左に持っていった方が広いところでボールやサッカーやった方がいいって言われているけど、はい、この選手が右側の狭いところでプレーしてて、うん、あえてそこを突破して点数決めたらそれが正解さ、あそうですね、だから何が当たってるかなんて本当にやってる人しか分からないから、あ そうですね確かに、だけどやっぱりそういう選手を育てるっていうのはとっても難しくて、あそうなんだ、やっぱ自由と責任っていうのは中学校1年生で分かってた、まあ自由ばっかりだったかな、でしょもう本当に 特に中学校1年生はこの小学校から上がってたばっかりで初めて自由っての当てられて、うん、小学校の時は親にもいろいろ言われて、うん、監督にもいろいろ言われて、でそれを聞いたらやってるけど、いきなりうち入って、うん、自由にやっていいよと言われたら、うん、もうアホなことしかしないさ、あそうだね確かにね、だけどそれをやっぱりこっちは我慢しながら、うん、だから自由にやってはいいんだけど、うん、それに対しての責任はちゃんと取れよと、なんだ今のプレーはとか、っていうのは言ってはいるけど、うん、それはだから例えば横話するのは、うん、うちのチームで横話するのは、うん、この感性ってあるんですか、感性、うん、はいはいはい、はい、感性ってのがあって、山本感性、あ山本感性失礼しました、大丈夫です大丈夫ですね、美容師の世界でも一緒なんだけど、うん、美容師の世界でも感性が大事、うん、大事だって言われてるんだけど、うん、感性ってのは結局昔のものを見て、うん、古いものを壊して新しく作るわけ、うん、どの世界でもそうさね、はい、やっぱそうですね、古いのがあって、うん、それを勉強しながら、うん、新しいのを自分の中で作り出していくっていうのが、うんうん、そういう感性なんだけど、はい、この例えば古いものを見てどう感じるか、うんうん、確かに三品茶が黄色いのか茶色いのか、感性の違いでしょ、うんうん、でその感性を養うためにどうしたらいいかっていうのは、うん、例えばこっちから 10m 歩いて、うん、ゴミを10個拾う人と、うん、ゴミを3個しか見つけてない人と、あゴミがあるけど拾わない人、うん、っていうのがいると、うん、確かにどっちが感性が強いのか、おその感受性とかいろんな言葉に言い換えられるけど、それを全部見れる人がやっぱり上に上がっていくんだよと、サッカーでも一緒さんだから、どういう状況の中でプレーしてて、うん、右にはいい仲間がフリーでいると、うん、っていうのが見れるのか、だから見えない部分を見えるかですよね、そうそうそう、なんていうのかな、頭にね、このそうそうそう、ね、目があるかみたいな、サッカーってそれかもしれないですね、あ感じられるか、あそうそうそう、俺パス出すぜって、うん、パス来るなとか、あいつから相手がやることも感じないといけないですか、あそこでなんかこのだから面白いんだけど、あだから正解が出るわけ、確かに、だからこれがセンス、だからセンスになってつながっていって、そこが最後には人間性になってくるんです、すごい、だからそこの部分をやっぱ鍛えてあげないと、はい、サッカーも上手くならないし、はい、なるほどね、そこが鍛えられたら、うん、社会に出ても通用する人間になっていくっていう魅力がサッカーにあるわけ、素晴らしい、すごいです、本当にすごい、だからよくわかります、サッカーにある中でエステピコさんもそのこういう部分を大事にして子供たちを育てているということでございます、うんうん、その代表の宮園智也さん、うん、いやごめんなさい、
今日は初めの曲流したけど初めの曲流さないでそのまま喋ってもらえばよかったって感じなんですが、いやもう引き続き今度もまた来ていただいて、はい、あ今度は逆にファンキーさん僕らが行きましょう、富谷さんなんか あのサッカーチームの少しまた僕らの経験、はいはいはい、少しばかりの今までやってきたことをお話しして、うん、またこの子供たちに、うん、ね、ハイデさんは気づきの部分なんかすごいですからね、もういろんなこと気づいちゃってね、多分ここでパルミラ、なんだっけ、パークアベニューの通りを 100m 歩くのね1時間ぐらいかかる挨拶じゃん、ゴミ拾ってお前二人乗りあどうもどうもこんにちは、ね、もう1時間かかるよね 100m。 いやいやグランディングなんでグランディング気づきが多いからね、はい、もうあっという間でした、はい、友達さん、はい、ごめんなさい、もうあっという間、もうあと1分しかないです。はお早い、早いです、なんかめちゃくちゃ早いね、うん、いやまたこの話をまたあのタイミング合えばぜひ来ていただいて喋っていただきたいと思います。はい、もう本当に暑いわ、トメさん。暑いからあっという間に終わっちゃった。ファンキーさん何も喋れなかったさ。そう、何もしゃべれなかった。何もしゃべれなかった。はい、ありがとうございます。引き続きスポンサーの皆さんもね、ぜひとも、はい、髪切るならね、本当にミサトにあります。ナルコはぜひともね、はい、トメさん切りたいという方がいたら僕に連絡していただいて予約取りますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はお忙しい中、試合の途中でもあったと思いますがね、本日のゲスト、エステピコ代表宮園智也さんでした。はい、本日は誠にありがとうございました。トメさん最後に一言よろしくお願いいたします。はい、何でもいいです無茶ぶりね最後の、はい、みんなで人生を楽しみましょう。おイエーイさあみんなで人生楽しみましょう、はい、ということで、楽しい大人が増えればすごくハッピーな子供も増えると思いますので、そういうことです、ぜひとも楽しんでいきましょう。これにてハヤトラジオお開きです。それでは皆さんまた来週、さよなら。